ダビッド・バブンスキーは、北マケドニア共和国、スコピエ出身のプロサッカー選手。サッカー北マケドニア代表。ポジションはミッドフィールダー。父親は、元サッカー選手、指導者で、ガンバ大阪、北マケドニア共和国代表でもプレーしたボバン、バブンスキー。弟のドリアン・バブンスキーもプロサッカー選手である。日本での登録名は、横浜 FM では、ダビド・バブンスキー。 大宮では、ダビット・バブンスキー。幼少期は、父母番が所属するクラブの土地を渡り、住み、2歳から4歳の間は、大阪府に在住、日本の幼稚園に通っていた。最終的にバルセロナに定住し2006年から、FC バルセロナのカンテラでキャリアをスタートさせた。同時期に、久保武夫さらも在籍していた。2013年に、FC、 バルセロナ B に昇格。2016年1月26日にバルセロナとの契約満了が発表され、セルビアスーペルリーガのレッドスターベオグラードと2年半の契約を交わしたが、レッドスターでは多くの試合に絡むことはできなかった。2017年1月30日、横浜 F マリノスに完全遺跡で加入したことが発表された。2月25日、 2017シーズン開幕となった、裏割れ通戦にて前半に先制点を挙げ、J リーグ初ゴールを記録した。J リーグで外国籍選手が親子でゴールを記録したのは、バブンスキが初である。2018年8月16日に、両者合意の元契約を解除することが発表された。2018年8月22日、大宮アルディージャへの加入が発表された。 2019年4月21日の J2 第10節で FC 町田ゼルビアに所属する弟のドリアンと同じタイミングで途中出場し J リーグで兄弟初対決を迎えた交代前にはピッチサイドでハグをし両チームのサポーターから拍手が送られた2019年12月25日契約満了により大宮アルディージャを退団した2020年3月2日 一年半の契約で、ルーマニアの FC、ボトシャニに加入。同年12月29日に双方合意の上で、契約解除。2021年1月11日、二年半の契約で FC ビトルル・コンスタンツァに加入したが、同年6月8日には双方合意の上で、契約解除。2021年7月8日、二年契約で、ハンガリーのデブレツェに VSC に加入。 北マケドニア共和国代表として各年代でプレーし2013年8月14日ブルガリア代表戦で A 代表デビューを果たした国際 A マッチ9試合で得点ありがとうございます